はい。皆さん、こんにちは。こんばんは。国を晴らす男、国春です。えー、国晴チャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。えっ、ー、と、今日はですね、どういう話をするかっていうと、えー、政党推しの自然能は無理ゲーっていう話をしてみたいと思います。まあ、こういう感じですね。なんか、あのー、私、ちょっとよくわかんないんですけど、なんか、参政党界隈で出すとね、あのー、えー、えー、政党の主張に対して、 その自然農をね産生とは推してるわけなんですけど自然農って結局その栄養分を集奪するだけで恒常的にずっとあの多く,多くの収量を上げるっていうのは不可能なんじゃないかっていう声がえ結構真剣に有機農業をやってていいいるる方々からお寄せいただいてるようです私はちょっとそういう話聞いたことなかったんですけども、まあ、そうらしいんですね。 で、私はですね、この点について、まあ、ちょっと意見を求められたときに、えー、まあ、個人的にですね、どう考えるかっていうお話をしてみたいと思います。えー、個人的にはですね、これは、要は、ポイントをどう捉えるかっていうことに行き着くかなと思ってるんですね。それはどういうことかっていうと、ポイントがですね、まあ、要は、その作物を食べるこ、えー、人間ですね、体への影響をすごい大事にしているのか、 それとも、さらに、えぇ、ー、超えてですね、まあ、自然への影響も含めてやっているのかってことですね。もちろん、賛成党は、まあ、循環型社会へっていうことを言っていたりするので、まあ、両方大事にしているんだよっていうことだと思いますけれども、でも、これはですね、まあ、やっぱり物事っていうのには、順番とか、えー、時間がかかる、えー、ステップバイステップの要素っていうのはあるんじゃないのかなっていうふうに、 まあ個人的には強く思う次第なんですねこの点は私もですね高知に来てから、まあ、まさに2020年の9月から、えー、最初にやったのは有機農業ですねオーガニックマーケットさんで、えー、畑を貸していただける方と出会ってで、えー、発酵系粉を使っての有機農業をずっと、まあ、2年間やってきたっていう経緯があります まあ今は畑でね、まあ、まさに発酵系譜も使わない、えー、形の自然農法をやっているんですけれども、果たしてどうなるかっていうところは、一末の不安がないかといえば嘘になりますね。まあ、今のところかなり地がいいみたいで、相当あの、就労は良さそうなんですが、これが毎年毎年どうなるかっていうのは分からないところがある。うん、で、ちょっと話を戻すとですね、えー、要は、 私は結論から言うとですね、この体への影響っていうところを、まず、えー、排除できれば、まあ、農薬によるものですね、えー、まあ、あるいはあ、化成肥料を使わないっていうところだけでもいいと思うんですね。えー、まあ、なんか、う話によると化成肥料の方がなんか溶けるけれども、う発酵系粉とか発酵、なんかその肥料はあんま良くないみたいな話もあるんで、ちょっとそこは勉強が、 必要だと思うんですが、まあ、少なくとも体への影響ってところを一番最初にフォーカスしたらいいんじゃないのかなっていうふうに思いますね。でそれは何となれば、あのー、今全体のこの作付面積の、まあ、およそ0.5%、えー、有機農業っていうのは0.5%しかないんですよね。自然農程ともっと少ないですね。でこの0.5%っていうめちゃくちゃ少ないものがあるっていう現実の中で。 まあ、せっかくですね、この、えー、農林水産省がですね、えぇ、ー、2000、ななんていうかな、2000、何年だったかな、25%まで持ってこうっていう、えぇ、ー、2050年か、うん、だいぶかかるね、まあ、25%まで持ってこうっていうことを、まあ、掲げてくれているわけなので、まずはね、こっちの勇気の方を増やすってことにフォーカスしてもいいんじゃないのかな、 そんなふうにね、個人的には思ったりもします。うん。まあ、私も実際ね、あの、賛成特化祭のところに行くと、ん、なんか、自然農だったら応援するとかっていう方いらっしゃったんですけど、なんでそこにこだわるかなっていうのは、正直その時も私は思いました。<laughs> えー、もっと大きくですね、捉えて、あのー、まずステップバイステップでやっていくっていうことだったりとか、 あんまりですねその、神経質になりすぎないっていうところもあのすごい大事なんですね。もちろん、あのそういうところでねあの、えー、サポートしようって強く思われている方がいらっしゃるのはよくわかってるんですけども、まあ、よりですね、このすのを広げていくっていうことにおいては、まあ、やっぱりあんまり神経質になりすぎないっていうこともね、まあ、同時に大事なんじゃないのかと思いますので、 まあ、そのあたり、えー、私の個人的な、ねえー、意見を言ってみました。これは、えー、賛成と推しの主電脳は無理ゲーなのか。えー、そんな声がね、勇、え、気、ー、農業、界隈の方が、えー、の中で広がっているっていう話がありましたので、まあ、その件について、えー、ちょっと述べてみた次第です。はい。ということで、えー、今日もね、えー、皆さん素敵な一日をお過ごしください。 えー、毎週日曜日に参政党の凱旋を寄付しています。えー、高知オビパラ前、えー、中央公園前ですね。えー、ぜひ、えー、ご参加いただければと思います。えー、それからあー月1で勉強会をやったりとか、まあ、各種イベントもあるので、えー、ご参加いただくのがいいかなというふうに思いますね。はいえー、ということで、まああ、私はあくまで個人の見解として申し上げました。 それではまた、皆さん、お目にかかりましょう。国を晴らす男、栗原でした。さよなら。